皆さんおはようございます。ソウルデンでございます。今日はですねこちら、手羽先ですね、こちらを、照り焼きを作りたいと思います。久しぶりの動画になります。ちょっとお店の方が忙しくてですね、ちょっと動画投稿をサボっておりました。こちらですね、片栗粉をねまぶしちゃってください。はい、片栗粉ですね、薄くね大丈夫でございます。そしたらですねこちらを、焼いていきたいと思います。はい、では、火の方が温まりまして、フライパンの方が温まりましたんでね、先ほどの手羽先入れていきたいと思います。はい、手羽先、弱火でですね蒸し焼きにしてください。はい、それでは手羽先をね焼いてる間に投入したいと思います。まずこちらのボウルですね、こちらに玉ねぎのスライ、すりおろしが入っております。そちらに、ニンニクをですね小さじ2分の1杯入れてください。生姜も同量入れてください。小さじ2分の1杯ですね。はい、そしてみりんがですね、1秒ですね。で、日本酒も1秒お願いいたします。はい、醤油もですね1秒でお願いいたします。そして蜂蜜ですね。はい、プスプスと4回ぐらい入れちゃってください。でこれですね、混ぜんこ混ぜりんこでお願いいたします。はい、こちらのねタレの出来上がりでございます。そしたら絡めていきたいと思います。そしてですね、先ほどのタレを絡めていきたいと思います。でタレを入れたら強火でお願いいたします。非常にですね、いい香りが、漂ってですね、食欲そそる匂いで、もうすごいいい香りです。はい、そしてですね、テーブルに移動して食事していきたいと思います。うまそうです。はい、それではテーブルの方やってまいりました。手羽先のですね、照り焼きですね、うまそうです。はい、それではね、いただいてみたいと思います。いただきます。お、やべ、生きてる。うまい。非常にですね、美味しいですね。お子様がね、いる方はお砂糖をですね小さじ1杯程度入れた方がよろしいかと思われます。今回はですね、ちょっと、甘辛に作りたかったので砂糖は入れなかったんですけどね、お子様がいる方はですね、お砂糖をですね、少し入れた方がよろしいかと思われます。うまいです。うまい。ちょっと食べにくいんですけどね、非常に味は最高でございます。それでまた次回、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。